ってね。今日は鎌倉に来てます。鎌倉のループ鎌倉ループさんでですね、ビーチサイドミュージックというイベントに、出させてもらうんですけど、初めての鎌倉ね、初めてのかもしれない、初めての、箱で、なんかね、写真を見る限りすごく海辺で、なんか 夕方だと夜景が、夜景じゃない、夕焼けがよく見える場所で、すごく雰囲気のいい素敵な、場所でのライブだから、今日はすごく、楽しみです。来てくれる皆さん、ぜひね、一緒に素敵な時間を過ごしましょう。今日来れなかったみんなもね、なんかまたこういう機会があったらぜひ来てください。 Alright、 それではちょっとリハ行ってきます。バイバイ。あ、ほら、海見えるっしょ。カウントダウン TV をご覧の皆さん、お疲れ様です。服装だけじゃねえぞ、寒いの。寒いなんか今日ね、いつもさ、リハをステレで見せてるけど、ちょっといつもでもつまんないじゃん、全部一緒。だから今日はちょっとじゃリハの代わりに、じゃアカペラを、ちょっと海なんか濃いじゃん、濃いじゃん。難しいよ。だからちょっと夏っぽいってことに、何しない？あの日の、あの日のままでいいから、あの日のままでいい。じゃあ歌うよ。ワン、ツー、スリー、ゴー。こんな想いなんて海にさらわれてしまえばいい。考えたくもないのに、なんで忘れられないかな。最後は喧嘩ばっかだった。確かに悪いのは僕の方だった。プライドが邪魔してたから、もっと素直になればよかった。駅のホームでまだ電車に乗れず立ているなら帰っておいて、全てあの日のままだから、家の鍵は開けておくよ、君がいつでも帰れるように。遅くなっても大丈夫なように気をつけておくから、途中まで見た海外ドラマも君が好きな僕の手料理も全て用意して待っているから、帰っておう。すごいね、柄にもないことやね。やっぱ柄にもないことやね。冬のこのビーチサイドに来たのも初めてですし、北海道のビーチサイドのビーチサイドに行ったら格好いいですよ。そんなビーチサイドっていうのにハマってキリが付き合ってことを作ってみましょうよね。いや、まとめてたか。俺が持ってきたいことで、どこ行くのか分かんなくなっちゃったから、こっちいいんだよ。
族がいることよ。いつもそっと見守ってくれて、頼れる友達がいることよ。ピンチの時は駆けつけてくれて、今僕がこうして歌ってることも、どれもこれも当たり前じゃない。一つ一つなんだ。せめてため皆さん、心配したり怒れたりしちゃうのも君への愛があるから。今もややの人がくれた小さな愛の種を、これから僕が大きな木に育てるから、どうも見守って君と僕を繋ぐ。Hey, 特別なことはない。
鎌倉ループさんで初めてライブさせてもらいました。ビーチサイドミュージック、めちゃめちゃ雰囲気のいい場所でね、すごくおしゃれ、そしてすごく歌いやすくて、カレーもめちゃくちゃ美味しい。いや、カレーめちゃめちゃ牛タンと、そう、とても美味しいございました。あれなんですよね、ループさんとあと気候食堂さん、そう、一緒に入ってるんですよ。すごくいい場所です。なので皆さんぜひ来てください。そして今日来てくれた皆さんどうもありがとうございました。じゃあちょっとね、なんか入っちゃうんですか。今日ご一緒させていただいた、あ、ごめんなさい、動画、あの、ジャンズの、あのジャンズの皆様、ちょっといいですか、説明してるんで。じゃあ僕はお認めします。あの、一緒に動画に一周映っていただいてもいいですか。あ、じゃあカズ紹介お願いします。あのジャンズさんと、いやいやいや、かぶってるかぶってる、あ、ごめんなさい、すいません。あと、あのザクラスから直樹くんと陽平くんです。よっ、よっ、今日はもう皆様本当素敵な歌声を聞かせていただいて、僕らはそこに乗っかっていきたいと思うので、あの、ぜひ今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。僕はよろしくな。もう本当もう タイに行きたい。タイに、うまい。じゃあカズじゃあタイの一発ギャグで、タイ一発ギャグで、それもあれしかない、携帯のあれで、一発ギャグで、タイの一発ギャグ。僕が女の子だと思ってるか。ありがとうございました。どうも。全然面白くなさそうだった。ありがとうございました。陽平以上。